皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、リユースした18650リチウムイオン電池を急速充電するのがどれだけリスクが高いかについてお話ししたいと思います。まずリチウムイオン電池で最も火事が起きやすい瞬間ってご存知でしょうか？答えは充電中らしいんですね。以前どこかの消防庁のデータを見たことがあるんですけど、だいたい半分ぐらいが充電中の事故みたいです。まあただでさえ危ない充電なんですけど、その中でも急速充電っていうのはさらにリスクが跳ね上がるんですね。もちろんどんな時でも急速充電するべきではないと思っているわけではなくて、こちらのような保護回路付きの18650を使えば、まあよっぽど問題はないとは思うんですけど、私がこのチャンネルで使っているようなリユースした18650は、いわゆる保護回路がない、通称でナマセルって言うんですけど、まあこのナマセルっていうのは特にリスクが高いです。まあナマセルっていうのは保護回路が付いてないこともそうなんですけど、まあ大抵はどこからかのバッテリーパックをばらして手に入れたセルが多いので、まあ劣化度合いとか、まあどのように今まで使われていたかとかがわからないんですね。じゃあどうしてリユースした18650で急速充電するとリスクが高いのかについてですけど、リユースした18650は急速充電すると熱暴走する可能性があるからなんですね。私のチャンネルではこれまでリユースした18650を大電流で大きなパワーを使うような用途には使うべきではないという話をしてきました。これは何も使う時だけではなくて、充電する時も全く同じことが言えるんですね。内部抵抗が高い電池で大電流を流すと、内部抵抗によって電池が異常に発熱して最終的には熱暴走を起こして発火に至ります。また電池が発熱すると電池の劣化が加速度的に進むっていうデメリットもあるんですね。電池が温まれば温まるほどどんどん劣化していってしまって、ますます発熱しやすくなってしまうわけです。これまで私のチャンネルではこちらのような TP4056 モジュールのような保護回路を必ずつけて使うようにという話をしてきました。 TP4056 モジュールはもともと充電電流が最大 1A ですので、まあそう大した問題はないんですけど、最近は USB 充電器とかが Amazon とかで見てもすごくいっぱい出てきます。まあその中で最近増えてきたのが急速充電機能があるものですね。これまでの18650の充電器って充電電流はせいぜい 1A とかそのぐらいだったんですけど、最近は USB の規格が進歩してきたこともあって最大 3A ぐらい流せる充電器が出てきたみたいなんですね。まあ 3A だとリチウムイオン電池の電圧で考えると 10W 近いパワーで18650を充電することになります。以前の動画の中で私のチャンネルではリユースした18650はだいたい 1.5A から 2A ぐらいまでしか使わないという話をしました。まあこれは充電時も同じだと思っていまして、まあ 3A っていうと下手をすると電池がかなり熱を持ってしまうんじゃないかなと思います。もちろんすぐ発火するかといえばそんなことはないと思うんですけど、まあリスクはかなり上がっていると思った方がいいです。使用時と違って充電時はちょっとタチが悪い点は、まあほとんどの人は充電時ってその場から離れちゃいますよね。使用時はまあ自分が使うっていうことが多いと思いますから、まあ自分はその場にいるわけですよね。
たとえ電池が熱くなってやばいと思えば使用をすぐやめることができるわけです。それに対し充電池っていうのはその場から離れちゃうことがありますんで、もしも火事とかになった時に気づかずに被害が甚大になってしまう可能性があるんですね。まあ充電時はリスクとリターンがちょっと釣り合ってないんですね。最近は充電器も電池の内部抵抗を測って、電池の内部抵抗が高かったら充電電流を制限するっていう機能もついてきてるとは思うんですけど、もしも粗悪な充電器でそういうのがついてなかったらその時点でかなりやばいですし、もし内部抵抗を測定する機能がついていたとしても充電器の内部抵抗の測定機能って、まあ誤差がめちゃくちゃ大きいんですよね。この辺は以前こちらの動画で内部抵抗の測り方についてご紹介してるんで、もしよかったら見てみてください。4端子測定法っていう測定法じゃないと内部抵抗って誤差がめちゃくちゃ大きくなっちゃうんですね。充電器についている内部抵抗測定機能は4端子式じゃないので、そこで測定した内部抵抗っていうのはそんなに正確じゃないんですよね。その点に一抹の不安は残りますし、もしその機能が故障した時が怖いですよね。また地味に怖いと思っているのが、18650の充電器って PSE の対象になっていないんですよね。以前こちらの動画でリチウムイオン電池と PSE の関係についてご紹介してみました。その中でもあるんですけど、 PSE の対象になっているってことは国で定められた安全基準を満たしているということなんですね。例えばこちらのモバイルバッテリーも今は PSE の対象になっていますので、必ず一定の安全基準を満たしていることになります。それに対して充電器っていうのは PSE の対象になってないんですね。この充電器の設計とか中身についてはモバイルバッテリーで適用されているような充電に対する安全基準っていうのは一切適用されてないということです。こちらとこちら、リチウムイオン電池を充電するのは全く同じなんですけど、こっちは PSE の安全基準ありで、こっちは PSE の安全基準がないということになります。もちろん充電器に安全基準がないからといって直ちに危険というわけではないですよね。メーカーがきちんと安全に配慮して作っていれば、まあもちろんそんなに問題はないわけです。ただ安全基準がないということは、まあ粗悪メーカーですね、適当な作りでも販売できてしまうということで、どうしてもその安全性の担保という点では劣ることになってしまうと思います。まあこのような理由で私としてはリユースした18650を急速充電するっていうのは、まあできるだけやめた方がいいと思うんですよね。まあこの辺はあくまで個人の感想ですので異論はあるとは思うんですけど、私は電気自動車も同じだと思うんですよね。まあもちろん急速充電できるのは大事な要素かもしれないんですけど、まあメリットデメリットで言ったら、まあデメリットの方がはるかに大きいですよね。まあ電気自動車の場合は寿命がおそらくは短くなってしまうのが主なデメリットだと思うんですけど、まあつまりどうすればいいのかといえば、そもそも急速充電なんてしなくてもいいようにするってことですね。まあ電気自動車だったら家のコンセントでじっくり一晩ぐらいかけて充電すればバッテリーに優しいですよね。こういったリユースした18650でも一緒で、そんな無理して急速充電するよりは理想は 0.5 アンペアぐらいでじっくりと充電するのはリスクが低くていいと思うんですよね。特にリユースした18650の場合はセル自体は大量に手に入りますんで、多めに充電しておいてどんどんローテーションしていくようにすれば急速充電なんてする必要はまあほとんどないと思います。いかがだったでしょうか。今日は特に必要のないむやみな急速充電はリスクが跳ね上がるのでやめた方がいいんじゃないかという話をしました。急速充電はしない方がいいとは思うんですけど、やっぱりリチウムイオン電池っていうのはめちゃくちゃ便利な電池だと思っていますんで、今後も DIY でガンガン使っていきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。